ちょっとじゃあこれアンケート取ってみたい。ハイパーインフレが起こらないと思う人。あ、なるほど。起こると思う人。ですね、じゃあ、私は、基本的にですね、私の解釈はですね、日本人は金融リテラシーがないから大丈夫だということだと思うんですね、基本的には。だから金融リテラシーがみんなで出てきちゃったらですね、これは成り立たないんじゃないかっていうふうに考える人がほとんどになるはずなんですよ。おっしゃる通りなんですよ。だから今のところですね、 99% の人間は金融リテラシーないから結局これでいいわけですね。買ってる人間の 100% 買ってる人間の 100% がやっぱり金融リテラシーが少ない人だと思うんですよ、基本的には。だけどリテラシーができちゃうとみんなこれは理論的に合わないよねっていうふうな結果になりますよね。だそうするとですね、80年代実はもう起こったことがあるんですね。ハイパーインフレじゃないんだけども金利がですね急激に上がったことがあるんです。これはみんなもう皆さんが生まれる前の話なんで知らなくて当然なんだけども、その時にですね銀行は日本の国債を買ってるところがですね暴落したので、結局10年20年30年の債券買ってるわけじゃないですか。そうすると 1% のですね変化で、それがですねさっき のレベルじゃないけど、それが 20% 30% のロスになるので、ね、基本的に1年で 1% 変わってくると30年で 30% それからガーンとですね減るような、実際にはもっと複雑な計算、複利の計算になるんだけども、思ってください。そうするとですね日本の銀行全部潰れるわけですよ、当たり前のことが持ってるとっていうふうなことが起こるので、そうしたらハイパーインフレが起こりますよね。だから歴史的に見るとですね、日本の中でもそのボンクラな人間が持っていて、その中で急にですね不安を煽るような話が出てき、でみんなが金融リテラシーができて、そういうふうなことができた途端ですね、別に日本人が持っていようがですねやっぱ起こるんです。当時日本の国債はそうなのにもかかわらず、その急にですね 30% ぐらい確か下がったんですね。それが起こったら、今起こったらですね日本の金利がほとんど上がるんですね。そうするとハイパーインフレが起こりますよね、というですね、そういういろんな要素がないと起こらないんでしょう、きっと。でもそのみんなそれがですねどっかの段階でこれから何年間の間かに起こるか、まあ、10年か20年か30年か分かんないけどっていうようなですねことを考えたら、やっぱりどっかで起こりますよね、ということだと思いますね。だからおっしゃるように、税収がその今使っている政府を小さくしてね、60兆もですね使わずですね政府運営できると思うんですよ。私は実際にはですね、その特別予算があるから100兆じゃ効いてないと思うんですね、使ってるお金は。だけどそんなに使う必要ないでしょ、はっきり言って、うん、そのデジタルフォーメーションすればきっとですね、いろんなそのさっき言ったサービス、政府のサービスってほとんどがですねきっとデジタル化できるものだから、そうすると10分の1と100分の1になるだろうから、それをですね早くやってしまえば基本的にはですね税収の方が多くなって、そうすると国債どんどん減らせますから、そういうこととリテラシーがみんな出てくるのとの競争だと思いますね。